皆さんこんにちは、キラキラ USA のコニア、ママです。はい、今日はコトとママだけのキラキラ USA です。ね、今日は2人でちょっとモールに来まして、今からコトちゃんにどうしましたか。紐寒いよママ。寒く早くして。今から企画を説明します。今日は何買いに来たんだっけ。コトのお洋服。そう、何にもないからコトのお洋服を買いに来たんだけど、発表します。説はある。ママ VS コトコーディネート対決。ママはママでコトちゃんの一式、あ、上も下も合わせて買います。コトがママの決めるの。違う違う、コトも自分の決めるので、2人のコーディネートを家に帰って、パパとソーマとシオにどっちが好きか、どっちがママか、どっちがコトのか言わないで、どっちのコーディネートが好きか聞いてみよう、うん、OK、うん、でママはママでソーマの、あ、ソーマじゃないや、コトの全身を選びます。 OK、 OK、 それで買い物をしたいと思います。だからお店もママはママ自分の好きなの選ぶし、コトは自分の買いたいものを自分のお店も自分で選んでいいよ、うん、OK、どこの店が見たいですか、琴姉さんは。まずは決めていいよ。じゃあまず手始めに H&M 見てみましょう。新茶サマとサマと。はい、子供服のとこまで連れてってください。もう全部トータルコーディネート考えて自分でやっていいからね。だからなんかズボンをここから買うっていうか、なんか感じも。そうそうそう、まあでもね、同じメーカーで揃えた方が合いやすいけどね。そうそうそう、もちろんデザインは、結構かわいいじゃんね。それかわいい、うん、かわいいね、いいね。いろいろおしゃれを思い出しながら、ことちゃんはどっちかというとコーディネート今んとこまだ上手ではないね。頑張ろう。あら、このズボンもかわいいじゃん。これママいいと思う、コトちゃんにちょっと太めの。でもコトはね、ガリガリで痩せすぎなので、ウエストのゴムが調節できるやつじゃないとね、もう全然着れないのよ。かわいい、かわいいじゃん。うん、かわいいね。これもサイズは大丈夫、こう合わせてごらん。一応ね、大きいもん。うん、かわいい。まずここで選ばないで、ざっと見て違う店行ってみる。あ、うん、こういうのあるよって、うんうん、ね、ママもそしてなんか欲しいのがあったらここに。そうそう、その方がいいよね。あ、これかわいい、かわいいね。はい、続いてはオールドネイビー見てみましょう。ここも結構いっぱいあるよ ね、結構日本にはもうないオールドネイビーですね。なんでなくなっちゃったんだ、人気なかったんだね。アメリカに結構人気あるよね。アメリカ結構人気あるんだよね、今でも。靴だっていいんだよ、まあ値段にもよるけど、多分ここは安い。でもそしたらちょっとかぶってる。あんまり似てる靴はいらない、ブーツが多い。これとかも可愛いけどね。あ、グレーのが可愛いね。ちょっとだけネック、そうそう、合わせてみな。うん、悪くない。後ろがちょっと長くなってる。これちょっと大きい、ちょっと大きい方が可愛いかも。大きい、ちょっと大きいの着て、下細いパンツとかさ、手がほら、うん、だってあのフレンズのもちょっと大きいけど、それが可愛かったりするじゃん。オーバーサイズ、そうそうそう、オーバーサイズ。緑も、あ、緑これズボン可愛い。この上にジージャンつけたら、うん、ジージャンつけたら。うん、可愛い、合わせてごらん。あ、可愛いじゃん、似合うと思うよ、それもね。あ、かわいいこれ。結構好き？うん、なんかドレスばっかりだね。っていうか卒業式のドレスもさ、早めに買っとかないとダメだよね。今日は見ないけど、ちょっと近いうちに一回見てみようか。かわいいじゃんこれとか。ねえ。ちょっと待って、ドレスばっかり？ジャスティスに来てみました。着てみたい服あったら試着してみていいよ。あ、かわいい、かわいいね。
きいこれ。もう大きくないんじゃない？冷たい冷たい。今ちょっと冷たい。でも着てるうちに冷たくなくなるからね。袖がさ、だってもうそんな短くないから、これ以上ちっちゃいの買っちゃうと袖が短くなっちゃったら変だからね。ちくちくしてたまま。あ、ちょっと、はい、わかりました。かわいいよ。ちょっと見せてごらん。どうしてどうして、ちょっとちゃんと普通にしてくれる？普通にして、普通にして、ちょっと普通にしてお願い。なんで気持ち悪いと思うの？なんかさ、まだ言ってる。はい、次。ちょっと出してもらえる？ちょっと見せて見せて。かわいいじゃん。しおんがいつもするポーズ。え、そんなポーズするっけ？するの？結構そのズボン好き。うん、楽でいいね。それ緑もあったしね。でもピンクかわいいね。もう一個大きいサイズあったらいいよね、ズボン。すぐ丈短くなっちゃいそう。かわいいじゃん。これもかわいい。かわいい。すごいかわいい。後ろぐちゃぐちゃだけど。この緑も着てみる一応。いつもだからね、ことちゃん。いつもだって後ろビロッと出てるからね。じゃあどのコーデが一番良かったか一人ずつ聞いてみましょう。はい、まずソーマ。1番目、2番目、3番目、4番目。覚えてる？1番目。1番目。一番最初？スカートにカーディガン着てたやつね。それが1番目。はい、じゃあシオンは？一番最初の。一番最初の？でも、スカートなしで。スカートなしで、レギンスなしね。レギンスとあれがちょっと合わなかった。最初ミスマッチだったね。ごめんね。はい、じゃあ最後パパは。ズボンだよ。どの？パパ。二つ目。こっちだって。二つ目ってわかんないよ。はい、ということでどっちがママの選んだコーデでしたか。ママは。スカート。スカートでズボンのコーデが。ことちゃん。でもズボンはさ、2人ともこれ可愛いねって言ったんだよね。もう白だ。そう、白いズボン、同じデザインの白持って、ことちゃんコーン持って、でどっちでもいいよって言ってことコーン選んで買ってね。ってことで微妙にママ、ことちゃんコーデ対決は一応ママの勝ち。せっかくなのでいろんな組み合わせでやってみます。着てみたいと思います。はい、まずこちら。
続いてはこちらのコーナーです。コナの一言英語講座今日紹介する表現は、友達が可愛い服を着ていてそれを褒める時の表現の仕方です。友達が可愛い服を着ていたら日本語だったら可愛い服だねとか、そういう言い方をしますよね。可愛いね、可愛いねっていうね、その言い方は英語だとこうなります。 I like your outfit。 もう一回。 I like your outfit。 はい、相手の服装のこととか自分の服装、このトータルコーディネートみたいな全体的な服装のことは outfit。 そう、outfit って言います。なので、それ可愛いねっていう時は Your outfit is cute って言っても間違いではないんだけど、ほとんどの場合はさっきみたいに I like your outfit っていうのが一番自然な言い方だと思います。 I like your outfit、 覚えてね。それでは最後のご挨拶お願いします。目指せ登録者数10万人。皆さん見つけてどうもありがとうございます。インスタフォローもよろしくお願いします。